ヘロブスカイト型のチタン酸ストロンチウムの広角環状アンシア像環状アンシア像は操作型等価電子顕微鏡のマッピング像である。環状アンシア検出器で検出した散乱電子によって作られる。ステムではない従来のアンシア研究では、対物アパーチャーは散乱電子だけを検出するためにメインビームを避けて解説面に位置していた。一方で、ステムモードでは、 名シアモードとアンシアモードの区別はもっと下流に位置しており、収束ビームはサンプルと相互作用した後にある。その結果、アンシア研究とステムアンシア像との間で、コントラストの機構が異なる。環状アンシア検出器は、ビーム周囲の艦隊からの電子を集め、対物アパーチャーを通過できる、散乱電子をより多く検出する。これは、 シグナル収集効率が高いこととメインビームをイールズ検出器に通すことで2つの測定が同時にできるという利点がある。感情アンシアマッピングは一般的にエネルギー分散型 X 線分析や名詞アイメージングと同時に行われる。感情アンシア像は非常に大きな角度で飲み作られ、ブラック散乱電子ではないようなめちゃくちゃに散乱した。 電子はサンプル中の原子の原子番号に敏感である。この手法は広角環状アンシア像として知られている。ありがとうございます。